ながる自分とつながるダイアリー2018が発売になりましたのでご紹介させていただきたいと思います。私 BBB JAPAN の佐藤由香と申します。この本の担当編集をさせていただきました。今日は著者で作家の桐生一世先生にこの手帳をお話を伺っていきたいと思います。リリー先生は2年半前に1冊目の宇宙とつながる自分とつながるという本を初めて書籍で担当させていただいたんですけれども、それがもう大ブレイクしまして、はい、まだでも出版して1年3ヶ月ですか、ね、それぐらいですかね。そこから本当にすごいスピードで出版されて、でもう今大人気の先生なんですけれども、そのリリー先生の手帳を作ろうということで、でゼロからリリーさんと一緒に手帳を作りました。でリリーさん自体はすごくもう2年前は教員で、そうですね、教員やってました。山口県で教員をされていて、でそこからこの2年くらいの間でものすごいスピードで成功されてる、その自己実現されて思った以上の、ね、未来を作られてるので、そのリリーさんの秘密っていうのは私は何かなっていうふうに一緒にいる中で見ていたら手帳だったんですね。間違いなく手帳ですね。ね、はい、いつか自分の手帳が作れたらいいなっていうすごく憧れはあったんですけど、まさかこんなにハイスピードにその夢が叶うとは思っていなくて、もうお声をかけていただいた時にすっごく嬉しかったんですよ。あ、よかった、ありがとうございます。なのでそういうことも含めて、やっぱりこう手帳っていうのがどれだけ自己実現する上で大事なのかっていうのをリリーさんの経験を通して今日ご紹介させていただけたらなと思ってます。今回やっぱりリリーさんプロデュースっていうことで、細部に至るまでこだわりを貫こうということで、紙だったりとか中のそのインクの色まで一緒にこだわるような、そうですね、なったんですよね。で触っていただくと分かるんですけど、すごいつるっとしてますね。そう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 、気持ちがいいんですよ、すごく。もう最初ちょっとこう最初の一文字目がすごくドキドキしちゃうぐらいつるっとして高級感あります。私の中ですごくこだわったのが、やっぱり皆さんがこうボールペンとかで書く文字が一番目立つようになってほしいなと思ったんですね。なんかこう私が作った手帳だからリリーカラーを出すっていうよりも、皆さんがこれから作っていく手帳になるといいなっていう思いを込めて、なので皆さんが書き込んでいく文字が一番こう目立つように、色もねちょっと工夫して、普通の真っ黒な色じゃないんですよね。あ、そうなんですね。印刷も黒じゃなくてブルーグレーっていう深いブルーとグレーのアイノコみたいな色なんですけど、こう見てるとこうちょっと瞑想状態じゃないけど心が落ち着いていく色なんですよね、この色が ね穏やかな感じがしますよね。365日見てても全然気にならないっていうか、邪魔にならないというか、なんか気持ちが落ち着く色ですよね、これ。そうですね、で皆さんが好きなカラーペンでいろいろ書き込んでも邪魔にならないというか、なんか絵描いたりね、うん、なんか家計簿に使うっていう人もいたりね。家計簿と子供とかね、赤ちゃんの記録とか、あと日記にも使えるの で私小学生の時からもう鍵付きの日記を使ってたんですよ。そう、もう中身が見えない鍵付きの日記を愛用していたので、例えばこう思春期のお子さんにも、まあ、これちょっと鍵がないので鍵はちょっと別につけていただきたいですけれども、お子さんにもすごくいいなって思うんですよね。私のセミナーって、宇宙セミナーって小学生の方もよく来られるので、で小学生がすごく真剣に一番前の席で聞いてくれたりするんですね。なので小中高校生、学生さんもちろんですね、皆さんにおすすめしたい手帳ですね。地図もついてるんですね。あ、そうなんです。この地図も大好評で、で私が結構あちこち行く
移動が大好きな人間なので、自分がこう地図欲しいなって思って入れたんですけれども、これまで行ったところをこう、ね、丸でつけていったり、これから行きたいところを星印で印していくと、半分行った気分になるので、それが叶いやすくなるんですね。確かにこれはね、たまらないですよね、旅行好きの方とかに。そう、手帳を買った時にニューヨークに行くぞって言って、ガッとこうスケジュール、マンスリーページのところにこう書いてたんですね。ここでニューヨーク行くぞとか言ってスペース取っておいたら、それがほぼ、まあ、ちょっと1週間ぐらいずれたんですけど、10日間行くことが、ね、はい、できたんですね。なので、まずこう手帳を持たれた時に、思考は置いといて、もう自分の自由に今年は何がしたいっていうのを、それを一番に書き込んでほしいなって思いますね。私10月のお化けが一番好きなんですけどめっちゃ可愛いんですよ。可愛いですね。このなんかお化けスカシが入って、一応10月ハロウィンを意識してね、季節感もすごい楽しめるようになってるんですよね。そうですね。で最後がすごいんですよね、リリーさん。なんとリリーさんのイラスト入ってるんですよ ね。お守りみたいな、付録みたいな感じですかね。これもなんかすごい元気を出したい時に見てもらったりとか、これだったらちょっと癒しのイラストなんですけど、癒しが欲しいなって思う時に見てもらったりとか、ちょっとなんか心を晴れ晴れしたいなっていう時に見てもらったりとか、こういうふうにいろんな気持ちになれるイラストが入ってるので、ここ見ていただいてまた一日頑張ろうっていう気持ちになってもらえればいいなと思います。そうですね、はい、1年間通して書いていただくワードがいくつかあって、それもすごく面白いんですけど、2018年を自由に描こうとか、あと未来の予定を先に書こうとか、あと私がすごく面白いなと思ったのが、自分ルールを作るっていうのも面白いんですけど、理想の一日を描いて今に取り入れようっていうのがすごく面白いなと思って、例えばリリーさんだったらもともと教員やられてたので、その時からもう作家になるっていうイメージで一日を過ごされてたっていうのがすごい私印象的だったんですね。そうなんですよ。学校の先生やってたら、まあ、教員やっていたら朝起きて学校行って仕事して帰って終わりっていう、そういうなんかこうルーティーンで回ってしまうと思うんですけど、もう私が作家だったらどんな生活してるだろうっていうのをイメージして、で多分朝早く起きてヨガをしたりとか瞑想したりとか、あとジョギングしたりとか、ちょっと体を動かしてから作家活動をするだろうなと思って、で朝早く起きてたんですよ。その頃朝5時ぐらいに起きて、自分のもう作家になった気分で1時間自分のために投資するっていうことをやっていました。いやこれなかなかできる人いないと思います。私結構それ衝撃でした、聞いた時に。あ、そうですか。先取りするってこういうことなんだって。確かになってからそれしなくても今から取り入れられることってたくさんありますもんね。そうですね。なんかこう夢を叶えたいっていう方の多くが、なんかもう今の仕事を辞めないと起業できないとか作家になれないとか夢を叶えられないって思ってる人が多いんですけど、今ある環境でできることがあるっていうのを実行していただきたいなと思いますね。友達を見た瞬間歓喜の声を上げていて、歓喜の声、はい、で結構手帳にこだわりがある友達にも聞いたりしたんですけど、みんな、いやもうこんな手帳ないって言って、すごい言われたのが、人にプレゼントしたいって言ってもらったんですよ。あ、それ嬉しいですね。人にあげたくなる手帳だって言って、なんかそれすごい嬉しいです。自分だけじゃなくて周りの人も幸せになる手帳だなって思ったんですね。それは感動しますね。嬉しい言葉を頂戴して、読者の方からこの手帳自分で一冊の本を、そうですね。これなんですよね。そう、もう一足先にリリー塾のメンバーに見ていただいたんですけれども、そしたらですね、
あの本みたいですねって言われたんですよ。で、あ、そうですね、言われましたね。で、もう皆さんのオリジナルの本を一冊作るつもりで書いていただけると嬉しいなと思います。